こんにちは、かなめしおるです。本日もオルゴナイトにチャレンジしていきたいと思います。今日のオルゴナイトは前回はレジン液、 UVLED のレジン液で作りましたが、今回は二液式のエポキシレジンにチャレンジしてオルゴナイトを作っていきたいと思います。前回の、いろんな失敗を踏まえ、表面がほらガタガタしてた、ガタガタしてるって言ってたじゃないですか。自分が映るわこの表面ガタガタほらデコボコしてるって言ってたのを修正しました。なんとめっちゃ綺麗になった。自分が映りそうなぐらいなんかね、中にこうガラスの水晶のかけらが入ってて、こうっていうのあるんですけど、それでもうねギリギリ上まで作ってたから、ちょここに角ができるみたいになっちゃったんですけど、表面は綺麗になった。どこまで自分があれほら見て、この間さ、なんかこうツルツルなとこもあるけど、なんとなく表面ガタガタしてるねっていう感じだったけど、もういい感じに、今日はいい感じに、この間よりいい感じに、時間の問題？撮影してる？綺麗でしょ？綺麗くない？この間見た時より。やっぱり外側のコーティングで、こう中の、光の入り具合とか、こう中の透け具合が、絶対変わるね。なので、今回はちょっといろんな方から、こうするしたらいいよっていう、アドバイスをいただいてて、これ、ね、やっぱこう一回戻したんですよね。なので、今回は、こう低めに作って、絶対ね、表面ツルツルにやりたいのと、モールドはもうバッチリなので、中に戻して綺麗に、この裏もね、綺麗にするように、ここさ、自分でニスで塗っちゃったもんだから、これも綺麗に閉じ込めて、こうツルツルに仕上げたいというところで、一回低めに作って、戻したらいいよって、ニラコさんから教えていただいたので、そのやり方と、あとね、ユウさんから二液式で作るときに、ほら、液でさ、これって結局ジャーって流さないといけないよ。ジャーって流して、1日ぐらい置いて、出来上がりっていう感じでしょ。それを、こう、色を分けたりしたいなって思ってるんですよ。これみたいに。そこはほら、濃いのよ。上はちょっと透明感がある色に。分かりにくいけど、やってるんですよね。それ見たくしたいので、2色に分けたいの。最低2色ね。それで、それなので、こうね、ちょっと放置してると、とろみがゼリーみたいになる瞬間があるんだって。この液が、シャバシャバの液が固まりかけてフルッとした感じ。その時、それの状態で、ここに入れたら、多分綺麗に煮そうに、綺麗に煮そうに、ふわっと煮そうになってくれるんじゃないかなと思っているのです。なので、とんがりさんまず入れるじゃん？とんがりの部分ね。それでここの2色を作って、薄い色を入れて、濃い色を入れて、それでちょっと固めるって。まあ、固めるっていう、一日置くっていうのは同時進行なんですけど、なので色を2色作っといて、ちょっと置いといて、フルフルになったところで入れれるように、中、それでね、あと、中に入れる材料でさ、この間、すごい、ちょっとバサバサ、めっちゃたわしにさ、悩まされて、もハテナマークのまんま入れて、もやしじゃないわ。たわしって、そんなに、固めて入れるもんじゃないらしくて。それで最後の方にほら、粉々になってたやつ入れたやん。あれぐらいでいいんだって。それでね、今日も材料を探してたら、もう買ってた。これでしょ？だからさ、私買わなくてよかったんだわ。多分これを入れさえすれば、だからさ、これ持ってることも忘れてるし、こんなちっちゃいの持ってたってことも忘れてるし、銅線もさ、銅線は買ってもよかったんだけど、銅線は買った。
2つも買ってた。そいつしかも細いワイヤーも買ってるしね。だからさ、このワイヤー、これはいいとしてさ、これもワイヤー、銅線だよね、銅線だ。それで結局この太いワイヤー買ったでしょ。それでこれも買ったんですよ。持ってないと思って。そしたら、実はこういうセットを買ってた。CA 東京さんのネットショップとかかな、こういうの売ってるって。なんか違うかな、ごめん違ったら。それでこれを入れる、これ、ね、正しはこれを入れようかなと思ってます。そしてね、ワイヤーの巻き方もちょっといろいろあるらしいんですけど、それはちょっと自分なりにやりたいと思っているのと、あとこのもしゃもしゃのこのたわしじゃなく、こういう綺麗な、ふわふわの、こういう、もやしじゃないよ、たわしじゃないけど、ワイヤーね、カールワイヤーって言うんだって、もっと違う名前もあるらしいんですけど、これを、カオルちゃんと、モフちゃんに教えていただいて、早速、これね、探してみて、なんかね、カラーの、いろんなカラフルなやつもあったんですよね、それで、いろんな色も欲しいなーって、ちょびっとずつ入ってたらいいなーと思ったんですけど、なんかそういうのがなくて、まあ、最低2色選びたいと思ってさ、シルバーと、これシルバーね、とゴールドと選びました。なんかね、シャンパンゴールドっていうのがあるらしくて、もうちょっとなんかこう、中間色な感じの。多分ゴールド選んだと思うんですけど。もう一回後で見てみようかな。これを買ったので、これをふわふわに入れて可愛くしていきたいと思います。あとニラコさんのその後でもう一回これをチャプンって入れる。だからさ、結局今日はここまでの肩入れをして、もう一回最終的にポチャンって入れた感じでこの形になるっていうところと、あとね、話が長くてすいません。あとね、中に、そのさ、ほら、もうこれがフルフルな状態で中に入れるとしたらさ、気泡入ったら嫌やん。なので、最初にこういう感じで組み立ててるといいよって言われたので、あとで、それを組み立てたやつを、このほら、真ん中にこの、なんだっけ、水晶のくるくるしたやつを入れるとかあるやん。今日はちょっと前回とまた違う感じでお花も入れたいんですよ。サバクロさんのお花が、残ってる。あんまり大きいやつが入れられないかもしれないけど、入れたいっていうところで、サバクロさんのお花とをちょっと途中まで入れたい形に組み立てて、ちっちゃく組み立てるんだって。ちっちゃく組み立てといて、キャンプファイヤーの薪みたいに。組み立てといて、ちゃんと入れて、フルフルの状態を入れてっていう感じにしたいなって、自分の頭の中ではね、思っておる。あと、水晶のサザレさんと、なんかちょっと分かんないメタルパーツの、なんか金と銀、金さん銀さんと、今日はね、私は、アリスが好きなので、アリスのメタルパーツと、このね、この代わりに、アリスを入れて、自分の好きな感じに仕上げたいなと思っています。と、なので、型はこれ。これね、これに、これと同じやつを、同じ形で作りたいのと、あとね、これ、ちっちゃいのはこれ。この間作った、このちっちゃいやつはこの形なんですけど、これを、この形でも作りたいっていうのと、あと、まあ、残ったら、これの今日はね、このカクカクしたやつに作ろうかなと思って、この間、このハートのツルツルルルルンって感じのに作ったじゃん、これ。これを、めっちゃなんか大混雑してる中が。あと、この、なんかこのね、これがずれてるって指摘された。厳しい。で、なのでこの中がもうちょっとこう透けて見える感じが、ふわっとした感じがいいなと思ってるのと、今日はブルーかなと思ってんですよね。
ニラコさんが紫って言われてたのでなんか違う、これはこの三角はブルーで、三角このピラミッドはブルーで、他のやつをちょっと色をチェンジしながらやってみたいと思います。今から、また中に入れるのはその都度なので、ちょっとこのこれをくるくる巻きたいかな。なんかね、手袋の S サイズがもうなくなっちゃって、あとね、あと1回分ぐらいあるかもしれない。 M サイズに戻ったんですけど、 M サイズ最初買ってて、大きかったから S サイズ買い直したら、 S サイズがやっぱ良かったな、良かったななんか指先が親指とかも余っちゃってさ、これ指先使うときにやりにく。ボロいピンセット使おうかな。そしてくっつけていくのは、くっつけていきたいのは電球でこれと、もう私の作業ではなくてはならない、これちょっと片付けてみようかしら。4面に付けたい。こう見てさ、ちょうど真ん中ら辺か、もうちょっと下のとこに付けたいなと思ってるんですよね。なのでもうピンセットがボロボロすぎて、大変。1枚ずつ、1枚ずつする、貼っつけるんだったら、そんなに4箇所全部に縫っちゃダメだったね。かわいいね。感じ。真ん中に行かないとダメ？そんな貴重面、みんなみんなって言ってみんなそんなに貴重面なの。あ、ちょっとうさちゃんが連れてきた。ちょっと待って、いいじゃん。ちょっと待ってね、固定してから見せようか。うさぎだけずれたのかな。ちょっと待って、うさぎだけが気になる。どうした、うさぎ。この間めっちゃ緊張してた。初めてのことは緊張するよね。大丈夫っすか？全体的に、ふわっと。いい？こういう感じで。ほら、手のりうさこ。あ、なんかちょ、踊ってる。いいか。もうちょっと後ろ向きだったね、うさこ。もう動かないよね。あ、動かないです。アリスちゃん、かわいいね。このハートはですね、中に固定しようかな。これは、固定しようかな。後で、おちゃんっていうより、ちょっと、あちらこちら。これはさ、あとでもう一回型に入れ直すとかいうのができないからさ、できるんだろうけど、できないからさ、ちょっと待って。真ん中に置こう。ザコちゃんか。で、バラも。こうして。こうして。助かってる。この中にはこれがちょっと真ん中の芯で、これが倒れない感じに、とりあえずまあいいやって感じな。ちょっとこれも硬化させといて、この中に入れる組み立てて。と思うんですけど、
ガーと組み立てる。これをこう入れたいんでしょ。だから下にもしゃもしゃを引いたりね、あのハーバリウムに使うんだって。ハーバリウムの中に入れるとすごく可愛らしくて、うわ可愛いってかな、カーリーだ本当に、カーリー、カーリング可愛い。なにこれ、ふわふわしてんだけど、どうするの。あとすでに扱いに困ってる。ハサミで切っていいのかな。ハサミが切れなくなっちゃう。ちょっと待って、ハサミが、ちょっと適当。あ、全然切りやすい。あ、全然切れます、ハサミで。うわー、かわいい。これを置いて、巣ごもりみたいでしょ。ここにこれを置いて固定するんだ。これ、押して。これは…ちょっと待って、シルバーも入れようかなと思ったんだけど、いろんなことがこれって正しいのか分かんなくて、分からないね。この星の雫の容器の蓋があまり好きじゃない。ここにね、置いて、こうしてもしゃもしゃにこれを立てたらどうかな。見切れてるね。多分当たってるかどうかはわかんないんだけど、当たりとか外れとか当たりか外れかっていうのがちょっとわかんないんだけど、これ例えばね、ここにゼンマイとかを配置するっていうことじゃないかなって思ってるよ。コイルを立てて入れたいやん、これ。だからこれも立てたいんだけど、そういうのをこうピチッと立てて入るっていう形にするっていうのがあれいいんじゃないかなって。すいません、これは正しいとかわかんない。はい、これは王冠です。あ、ちょっと待ってね。あ、いいんだ、こう立てていいんだ。これが上でいいの。見えなくなっちゃうね、このもしゃもしゃの中に入ると。え、もしゃもしゃの中に入ると見えなくなるんじゃない、これ。どういう風にみんなしてんのかな。蝶々は一番上に入れたい。蝶々ひたひたのひたで、この先っちょに止まらせたいんです。寝そべるっていうより立てたいよね、気持ち。あ、そうそうそう、そういう感じで、あ、そういう感じでお願いします。手がくっつくんじゃない。蝶々が止まってる。蝶々が上に行ってほしいんだけど、この蝶々のところまでこうゼンマイとかが、ゼンマイでいいの、ゼンマイとかが移動してほしくないってあるやん。そういう時にもね、きっとこの中にも固定する。いろいろ同時進行でやってる。持ち上げられなくて見せてあげれないんですけど、この水晶の周りにブルーの花びらを散らして、トレジン液つけて散らして、これでちょっと一回硬化させます。へへへ、硬化させます。これはそのままのやり方で、固定して、このなんか可愛いよね、これ。羽みたいに見えるんだよね。でもこれはここに大きいの入れたから、それでいいことにしようかな。これ紫チックにするか。
よし、ちょっと遠慮がちに使った。これこう、こうできたの。こういう感じでこのまんまスポーって、中に戻すって感じにしようかなと思って。だいたいこう、いい感じかわかんないけど、入れたいものを周りに固定した。そして、じゃあ徐々に液を作っていこうかな。A 剤と B 剤とあって、今日はね、つやさんの、これ買って結構置いてた。いつか使いたいと思って。A 剤が、2対1ね。こっちが2倍量入れないといけないんですけど。うわー、あと2? あと 0.3 だって。あと 0.2 だって。1滴ぐらい。なんかね、もやもやって、ガムシロップ入れた時みたいになってるから、それが、そういう、こう、やむやが、これ二つに分けて、やりたいので。気泡抜くってか、泡を抜かせる。こういう風に、ブツブツって。本当にね、すっごい昔に買ってても、ゴムが伸びるぐらい。発泡レターをやってる時の使ってたんですけど、これをちょびっと入れたら、気泡がね、取れるっていうやつだったんですよね。私が本当に。スポイト1滴、なんて 100g に対してスポイト1滴だって 100g もないから、スポイトもないんだけど、1滴。サジが入んねえ。今2滴ぐらい入れたかな。これね、もうスポイトが、もう今や、スポイトがなくなった。入れたらね、なんで気泡が抜けるのかな、わかんないんだけど、気泡が、なんかね、とろみがさらっとなる、今の2滴入れたやつで。気泡が入ってんだけどね、後で抜けていくのなのかなと思って。今2滴入れたよ。そういうのがあるんですよ。ふわふわパフィーもキメが細かく出来上がる。これです。見えてない。これです。多分ね、これエポキシ用だと思うんですよね。レジン、普通のレジンには入れられないんじゃないかなと思って。入れたことない、普通のレジンには。これの先っちょをとんがらかせたいので、っていうか、一番先っちょは透明を入れたいので、先っちょ、ちょっと透明を入れておく。なんかね、気泡が抜けやすいと思う、本当に。さっきのやつ、ちょっと周りに入れすぎたかな、透明。こぼさないようにしないと、ひっくり返さないようにしないと。押すなみたいな。ひっくり返さないようにしないとって言いながらひっくり返すみたいな。このぐらいかな。で、こっちは、今ブルーそっち入れたよ。ちょっと待ってね、どのぐらいの濃さになるか。このままね。あれと、これのメーカーと一緒なんですよ、これ。この、これと。この。これが見えなくなっちゃったラベルが。それでね、ちょっとブルーが嘘っぽい。何嘘っぽいって。ブルーが、これも入れていいのかな。ぷちゃん、ちょい一滴だけ入れて。はい、
ああ、結構いい感じの。何なんだ。これいいかな。ああ。なんか好きな感じになりました。ちょっと、めっちゃ混ぜよう。このブルーをもうちょっとこっちにちょっと透明を入れて、このブルーをこっちに返してのこっちを、かわいいなこのブルー。ちょっと迷うね。真上から見るってどういう感じとかね。ちょっとほんのりこう紫にした。くないこれ。水っぽい紫。これ、なんかもう一色作りたい気分だよね。なので、これは、これね、これは、レジン液で作ろうかな。今ですね、一番先に透明入れて、その次に少しだけブルーを入れました。チャラチャラって垂らしたチャラって垂らした周りにね、ポニョポニョって感じで落とした。それでちょっとこれとろみ待ち中です。1時間ぐらいしたらとろみがついてくるんだって。紫な感じとメリハリがなさすぎる。これとこれであるよねあるよねって。これとこれはちょっとお花固定したんだよね。やばいね私。ちょっと透明で、こうすればいいの。偏らせてしみしみさせたいなと思ってるんだけど、鼻のとこがやっぱね絶対記憶が入ると思うんだよね。なんかこのピンクが可愛かったので、この中のピンクを入れたい。ピンクだけを入れたい。ピンクのチャラチャラを。あ、そうだった。金箔入れようと思ってたんだ。粒のやつを入れたら、そこに全部沈んじゃうから、これみたいに、浮いて入ってくれないんだろうなと。ゴールドとかも、これのゴールド、ゴールドってこれか。ゴールドじゃない、なんか違う色も持ってるんですけど、ゴールドが可愛いね。やっとなんか出番が。なんかあんまり使わない方だと思う。なんかアクセサリーとかね、使ってある方はさ、結構金箔打てる出番があるんだろうけど、私なんか、ちゃんと鼻息が飛んできそう。2層目からちょっと色つけていこうかな。これで。はーい。さよう。色に迷ってて、ブルー作るじゃないですか。前回グリーンで、ちょっと黄緑のこれ使おうか。ライム。少し。下の方、花びらみたいなイメージしたらいいんじゃない？じゃあこっちで作ればよかったね。この角張ってない方で、この
この下の方はこの黄緑にしようかな。気持ち黄緑、気持ち、気持ち傾けてこう、あのだこう傾けてる、で傾けて入れよう。下の方だけ入れたいから。あ、垂れちゃった。助けて。片手なんですけど片手なんですけど、はい、ちょっと斜めにして、そこの斜めにってちょっと上にもまた入れる。上はオレンジ色にしようと思ってんですよね。先にこっち側に来てほしくないので、透明でバリアにしとこうかな。それで反対側にオレンジを入れようかな。半分、半分の感じ。で、この高さが足りないときは透明なので色を調節しようかな。色じゃない、量を調節しようかな。夜やってる時すごく気泡が抜けなくて大変だったんですけど、ほいほいほい、なんか水晶のかけらみたいなのがいるかな。かけらって感じ。入ってるやつだぞ。これなんですかね。なんかこのいつも逆も蓄光のなんかの形がなんかの丸丸入れてよ。中に、中にだって、中にふわーんって光るの可愛いかな。お星様も持ってるんですけど、お星様っていうよりかはなんか違う雰囲気で光るのがいいかな。はい、これあと福袋に入ってたやつですか。これを入れてみます。そして色はあくまでもこっちは透明にしたいので、こっちから透明を、でここもほら黄緑を生かしたいので、これで量の調節をしようかな。あ、ちょっとお花がもこってなってんだ。3色入ってる感じになりますね。よかった、これはこれでよかったかも。あ、大事なの忘れてる。わかる？大事なの何忘れてるか今日は魂入れないでこれだけしようかな。これだけ、うん、髪の毛みたいに切ってる。そんなのでいいんですかみたいな。竹に入れとくべきでした。それこそ中から覗いてみたいね。中からじゃないね、外が表から中からって。よかった思い出して。何のために買ったんだいって言われちゃうあれどうしたって言われちゃうどうして入れなかったのって、うん、うん、さらっと入れないといけないの。大丈夫？
これで硬化させます。じゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃん。これで1時間ぐらい放置してて、うん、なんていうか中でこう線が残る普通のレチン液みたいになったちょっととろみがある。もうちょっと待とうかなと思ってんですけど、もう少し待ってみようかな。これをここの中に逆さ向きに入れてよっか。うん、このこれが時計のとこに重なるとあれなので、これはねいいか、これで。あとでさ、入れたらさ、このもしゃもしゃはさ、まだもしゃもしゃ入れすぎたの？お、見て見て。こんな感じじゃない？ただちょっともしゃもしゃが気になるかな。もしゃもしゃを切ってみよう。中に入ってた方がいい。飛び出すのは飛び出しても中にほら入ってくれればいいんですよ。繋がったまんまで飛び出してるのがちょっと困るかなと思って。ん？はい。大体。大体で。ちょっと逆さまに向けて入れてるんです。あとね、ちょっとこれがこう。なんかね、そうっていうより中でこうグラデーションみたいな、もう入れちゃう？今まで待ったのに。ちょっと沈めて。フォークで少し入れてなじませようっていう感じでしたね。どうなんでしょうね。入れようかなと思ってちょっと。おまじないみたい。のつぶつぶのとこだけをつまんで入れている。塩コショウみたいな。はい、ちょびちょび入れてる。
少しずつ入れて、トントンしよう。ちょっと、またしばらく置いていこうかなと。ワイヤーが入ったところに気泡が張りやすいかな。トランプの、このね、フィルムがゴールドな感じのがあるので、これをちょっと入れてみようかな。ハートのエースがいいんだけど。ハートのエース。これとこれの2枚入れる？なんか、トランプの後ろ向きっていうのもあるんだ。後ろ向きって、裏面っていうのもあったんだけど。はい。こんな、ハートのエース。と、枠のハートのエース。トランプの裏側、みたいな。ゴールド可愛いよね。どこに入れようかな。ちょっと待ってね。ちょっと置いとこうね。鍵の良さそうな感じ。これにしようかな。ちょっとバラの、バラ。2つぐらい入れる。ちっちゃいのと。あんま入れてみて。ちょっと色が微妙に違う。2つ入れてみようか。はい。ハート。これちっちゃく作ろうと思ってんやけどさ、こんなに。なんか塩漬けみたいな。鍵はちょっと上のポッチ、もっと早く見つけとくべきだったね。おいでおいで、買った、おいで、あとここの丸い部分をカットします。ちっちゃいよ。もうちょっと上の方に入れたかったかな。どこも結構ギチギチな感じで。もしゃもしゃ入れすぎたかな。結構ね、とろみがついてきたので、とろとろになってきたんですよね。なので、ちょっと、入れてみよう。色が混ざらずに入ってくれたらいいなと思って。ここ入ったかな。手袋してなかった。ごめんね、ちょっと。一番上まで入れないっていう、いや、お約束なんですけど。次、最後ってかな。もう一回、型から出した後に、もう一度、型に、レジン液を入れて、ポチャンって、これを沈める感じで、表面をツルツルにするっていう。作り方をやりたいので、ここではね、いっぱいにしないでいこうと思います。なので、こういうピンピンってなったのも、後でね、ピンピンってなったのちょっと困る？あんまピンピンってなって。これにも、これ CA 東京さんの店長おすすめのやつなんですけど、これにも、押します。はい。これはもう色だけの、色だけ？
し、入れすぎたかな。あ、どっち側に、どっち側によね。こんにちは、かなめしおるです。2日目の作業になります。ですね、いろんな、もうすでに反省点が見られますが、二壁式の効果ができました。もう分かります？まだね、完成じゃないんですよね。こう低めに、ここね、低めに作ってるので、もうちょっと低めにしたつもりなんだけどね、ちょっとこう浮いてる真ん中とか、これがピチッと、このこうなんかそこ盛り上がってるかな、ちょっと下手くそ。ここをもうちょっと浅く作って、もう一回この中に取り出します。喋らないで。これはつるんって取れるかな。やっぱりちょっと息を流した方がいいのかな。垂らした方が多分取りやすいんじゃないかな。1、2滴で、なんかもうちょっと上手にできたらよかったな。もう側面から見た感じさ、あれ取れないんですけど、もう一回ね、あの型に、あ、取れた。おー、あ、いい感じになってる。この間ここさ、表面でこぼこしたけど、今回はでこぼこしてない。あ、二壁式っていうのもあるのかな。エポキシで作ったっていう。あとね、すごいスクラップ感がある。あの、この、まださ、ここピリピリ出てんだけど、まあ、アリスっていうのは分かってもらえると思うんですけど、色もうちょっとブルーに出たかったのと、いろんなことがごっちゃになってるから、もう一回作りたいな。これ、半分量で、ちょっとこの辺の分も残って作ったんですよね。だから、今日はちょっと何 cc かしか作らないので、その残りでもう一個作ろうかな。これが一回明日型出しできるでしょ？その夜に。自分で同じ雰囲気にはやりたいなと思うんですけど。あの、金箔がいい感じで、ここに溜まった金箔。もっと金箔も散らしたかったよね。金箔も綺麗ですよって言ってあった。ほら。でもね、気泡は全然入らずにできたけど、中にちょっと、ワイヤーもね、多分少しか入れなかったらふわふわにもっとなって、これもう一回ちょっとこう、でもとりあえずこっち置いといて、他の分もちょっと、これは普通にレジンで。でもまだね、型出してなかった。あ、こっちの方が可愛くなった。あ、こっちの方が可愛くなった。お花も、お花のとこちょっと気泡入ってるけど。可愛い、キラキラ感がすごい。あと、なんかこの色が良かった。ちょっと、オレンジなんだけど、ちょっとゴールドとの相性が良い感じで、ちょっと、バリを切ります。あのね、角張ってるやつで作ったんですよね、今回。あ、ここが繋がってる。ここがパキッとならんとハートじゃないよね。ここよね。この切り込みをね。なんか前のハートはこんな感じなんですよね。それよりもこの型がほら、
カクカクしてる分すごくツヤツヤに見える。これもツヤツヤなんですけど、こっちの方がいい感じにできた。可愛くできたね。ゴールドが生えてる、すごく。ちょっとこれを、これまだ完成じゃないので、ちょっと汚いようになった。なんでなんでこうね、なんか濁った感じになっちゃったんだけど、濁った感じってか、お花もね、ここにブルーのお花が入ってるんですけど、お花も、普通に透明で作ればよかったんかな、こんだけ入れるとしたら。じゃあお花も生えたんじゃない？お花もほら、ブルーの中にブルーのお花入れたから、なんか濁って見えんくなった。レンジよかったね。よかった。可愛くなった。よし、これをもう一回やり直すっていうか、また型に埋め直すのね。でもちょっと他のやつもいろいろ作ったので、それをちょっと出していこうかな。なんかお皿に入れていこう。ただのね、残ったやつを固めただけなので。よいしょ。あー、綺麗な色。ほい。なんかあれみたい。ラムネのビー玉みたい。よいしょよいしょ。ここに表面になんかいっぱいなかった。うん、まあバリはちょっと気泡が入ってんだよね。なんでかっていうと、もう最後の方をカップについてるやつをこうすくってちょび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 流したので、かわいい。なんか、これはこれでいいんじゃない？こういうやつだと思うよ。涼しそうでかわいい。ピアスになりそうね。はい。これもね。取れなさそう。とっても、とっても取れなさそう。よいしょ。なんかこう、シリコンの、質によるよね。なんか多分。あ、取れた取れた。形が違うだけで、同じ。あ、かわいい。あ、違う色なんだ。自分で。ちょっと水色。こっちはちょっと紫にしたやつの残りで、こっちは水色の残りだと思う。かわいいじゃん。よいしょ。あ、かわいいね。あと残ったらこういうの固めて作ろうかな。とってもかわいい。よいしょ。あとハートね。木のただのハートなんだけど。何するって感じだね。何するって感じ。これはあれだよね。なんか小物入れの蓋みたいな。かけちゃった。蓋。じゃーん。これが器ね。これは器だけは作ったことあるんだけど、蓋と一緒に作るのは初めてで。あ、全然パチって閉まるような蓋じゃないんだ。もっかるだけの蓋。あ、もっかるだけ。はい。と、これがこの間作った時すごくツルツルで可愛かった。もうツルツル。何このツルツル。じゃあこれと一緒に合体したらいいんやん。もうコートしたくないからな。本気？緊張。本気？ああ、かわいいね。かわいくなりました。これが、残りで作ったのね。できた。あれが割れてきたよ。モールドがどうする、どうするもこうするもだけど、ほら、でもここが開かないと出てこないんだよね。全然ね、出てこようという感じがないんですよ。もう
あと3回ぐらい作ったらもう破壊されちゃうんじゃないかな。みんなこれ、こんなにな、ならずに作れてんのかな、このホールド。みんなどうなの？ CA 東京さんの店長さんのホールド。もう崩れてきた横から漏れてくるんじゃない、そのうち。箱まで止めてやんないと。よいしょ。あら。あ、可愛くなった。あんね、歴代のやつで、なんか前に作ってたやつ、この間作ったやつがこれだと思う。その前にやっぱ紫作ってたわ。どれがいい？こうさ、色を変えたいよね、トーンを。この変えたつもりではいるんだけど、ここ。あ、可愛くなりました。いいね。これもう破壊されそうで、ちぎれてきそうなの。だから、やるときは、こう、輪ゴムをピチッとかけて、一応ね、漏れないようにして、次使わないと。さて、そういうことで、これの中にまた液を作って、ここに入れて固めようかなと思ってます。ちょっとしばらく置いて、気泡がなくなってると思うんですけど。この中に入れます。チャリンコン。上がさ、もしさ、上まで来なくてさ、足りなかったら、足りなさそうね。足りなかったらね、また、これに、まだね、一番上まで来てないので、一番上まで来てないので、ちょっと、残りの分、流していきたいと思う。かつね、この側面にちゃんと流れてないと、そこはさ、見えないからさ。なので、側面に。側面は、側面が足りないと困っちゃうので。したりしないで入るのが理想的だよ。と一番上まで流します。なんかね、ここの真ん中が盛り上がってんですよね。本当になかなかうまいこといきませんね。気持ち的には集大成。何年かやってきたレジンの中で。まだまだ。やってないことがたくさんある中で、やりたかったことの一つを叶えられてるんですけど。なかなかね。盛り上がってます、この、そこが。たわしのもしゃもしゃはこの間も入れすぎたけど、今回はこのワイヤーのもしゃもしゃを入れすぎたんじゃないかな。調子に乗って。もう一個作りたいな、ちょっと。2日目、3日目です。完成しました。硬化できましたので、出してみたいと思います。もうね、外側から見た感じで、大体どんな感じかっていうのが分かっちゃって、ちょっと、やっぱり流した方がとんがりとんがりのところが出にくい。力が抜き出す。あ、取れたちょっと待ってね、します。さあどうかな。じゃーんなんかこの辺がスクラップみたいになっちゃったんだけど、でもちゃんと蝶々の位置とか鍵の位置とか、このこうなんだ、このアリスの場所もいい感じに入ってるんですよね。こう、真ん中のね、水晶にねじねじ巻いてある。ちょっとせっかくのあのワイヤーが
母、母としか言いようがない。ちょっと、もう一回リベンジしたいかな。もう一回。これは、こう、二段階に分けて、あ、ちょっと低めにして、最終的に、これもほら、ガタガタになってたから、もう一回中に入れ直すっていうやり方で、これ二日かかって、二日かけての三日目に出したんですけど、あ、全部の面はこういう感じですね。どうやったらいいのかな？こういう感じ？アリスとバラの花とぐるぐる渦巻きとか、ちょっと一面にいろいろ入れすぎた。入れすぎてるよね。ここはシンプルだけどね。ここお花がブルーの、サバクロさんの花もちょっとね、この中間あたりに入れたんですよね。あの、蝶々のちょうど下のあたりに。ここ、ちょっと埋もれてるもんね。まあちょっと、あの、キラキラした、この、あの、このあの、トランプも入って、手乗りうさちゃん。まあさ、ツルツルで、一番最初の作った時のガタガタ感よりかは、良い感じなんですけど、相変わらず、ちょっと詰め込みすぎた。これ大丈夫かな？もう一回分ぐらい残ってるんですよね。キラキラにできたのと、これも、ちょっと作った割に、これはとてもいい出来になりました。ほら。かわいいね、ハートって。何これ。何これっておかしいんだけど。めっちゃかわいいやけど。こっちがなんかすごいキラキラして綺麗にできた。ちょっと満足度はすごい満足なんですけど、これね。つかめる？なんですけど、これが色もね、色もなんかあまりよく出なかった。ほら。なんか中が黒いんだよ、この。ここが。どうした？中がめっちゃ黒いんだけど。光を通してもよ。難しいですね。前さ、こうやって持ったらさ、意外と光が、これの時よ。光が通ったらほら、中が綺麗なんだって見えてたよ。なんかほらほらほら。私の時より最悪になっちゃった。ちょっと、違うよね。多分みんな違うって言うと思う、この、もしゃもしゃの使い方。もう一回リベンジしたいと思います。頑張ってみます。